こんにちは、金沢の宿、花あかりです。このチャンネルでは、花あかりというホテルのスタッフが地元目線と観光客目線に立って、金沢の魅力や金沢旅行のお役立ち情報を配信しています。さて今回の動画は、東茶屋街の映えスイーツ7選と題して、人気の7店舗のスイーツをご紹介します。東茶屋街は、金沢を代表する定番の観光地の一つで、ほとんどの観光客が訪れる場所と言っても過言ではありません。東茶屋街には魅力的なお店がたくさんあって、お店選びに悩むのではないかと思いますが、私がおすすめしたいお店7店舗を厳選していきますので、気になるお店があればぜひ立ち寄ってみてください。このチャンネルでは金沢旅行に関する情報や金沢の宿花あかりについてご紹介していますので、この機会にチャンネル登録をお願いします。また概要欄もぜひチェックしてみてください。まず最初にご紹介するのは、金箔で有名な白市。こちらのお店は金箔の有名店で、店内にはコスメ、雑貨、スイーツなど金箔を使った商品が勢ぞろいしています。お店の場所は茶屋街のメイン通り入り口の広場に面しています。ぜひ食べておきたいのは、このお店で販売するソフトクリームの上に金箔をまとった人気商品、金箔の輝きソフトクリームです。輝く金箔を大胆に貼ったソフトクリームは、見応えも食べ応えもたっぷりなので、金沢旅行では絶対に食べておきたいスイーツの一つです。大判の金箔をまとったソフトクリームはもはや金沢スイーツの代名詞となっていますが、もともとはこちらのお店が発祥で、上質な味とまろやかな風味が楽しめます。北陸新幹線開通の時期に合わせて、金箔1枚を豪華に乗せる金箔ソフトクリームが誕生しました。もともと金粉が乗ったソフトクリームはあったのですが、金箔1枚が大胆に乗ったソフトクリームは他に類を見ず、金箔ソフトクリームといえば白市と言えますね。味はとても濃厚で、とっても美味しいです。東茶屋街は食べ歩きが禁止されているので店内で食べることになりますが、飲食スペースがとても雰囲気が良くてフォトジェニックなので、写真を撮りながらソフトクリームを堪能しましょう。次にご紹介するのは、クレープキミヤ。卵とバターをたっぷり使って注文が入ってから焼く生地が自慢のクレープ専門店です。お店の場所はメイン通りの広場から1本南へ入った通りにあります。いちごやバナナを使った定番のものから、黒蜜わらび餅や白玉小豆など和風クレープも人気があります。中でもおすすめしたいのは抹茶金箔クレープです。抹茶入りの生地にアントクリームがたっぷり入っていて、白玉、いちご、金箔と緑の生地の色のコントラストがとても鮮やかで、写真映えします。東茶屋街の街並みを背景に映え写真を撮ってみましょう。生地の食感はとてももちもちしていて、小豆はとても上品な甘さです。一口食べるごとに和の風味が口いっぱいに広がります。トッピングやクリームは下までたっぷり入っていて、最後まで美味しく味わえます。もちもちで美味しいオリジナルのクレープを楽しんでみてください。次にご紹介するのは、金沢プリン本舗です。トロトロ食感が人気のプリン専門店で、カフェも併設されています。お店の場所はメイン通りからワンブロック北側の通りにあります。鮮度にこだわった能登産の牛乳をベースに、加賀棒茶、金沢醤油、能登塩など地元の食材を使った味のプリンは絶品です。一番人気はオリジナル。口の中に入れると溶けたと感じてしまうほど滑らかで、また舌触りも良く濃厚でとても美味しいです。おすすめは金箔小豆。オリジナルの小豆あんに金箔を練り込んだ金沢らしさあふれるプリンです。蓋を開けるとなんとキラキラの金箔がたっぷり。華やかで豪華な見た目に気分も上がりますね。滑らかな食感のプリンと小豆あんのとろっとした食感が絶妙にマッチします。甘すぎない小豆あんがプリンのクリーミーな甘さをしっかり引き立てた極上のプリンです。もう一つのおすすめは、イートイン限定のプリンアラドーモ。プリンアラモードではなくアラドーモという名前が面白いですが、プリンの上にプリンソフトやわらび餅、ロールケーキ、クッキーなどがトッピングされていて、金箔シートが2枚貼り付けられた金沢らしいプリンです。観光で歩き疲れた時に、風情のある町屋のイートインスペースでプリンを上品に食べながら一休みするのも気持ちよさそうです。またテイクアウトをしてホテルに戻ってからお部屋でゆっくりと食べるのもいいと思いますよ。
次にご紹介するのは和栗白露。和栗スイーツの専門カフェで能登産などの和栗を知り尽くしたパティシエが目の前で栗を絞って仕上げる究極のモンブランやパフェを提供するお店です。お店の場所はメイン通りを抜けて茶屋街の奥の方にあります。マロンクリームを細さ1ミリで絞り出す繊細な口当たりのモンブランが人気です。看板メニューのハリズリと呼ばれる高級能登焼き栗のモンブランは能登焼き栗を贅沢に約15個使用されているとのこと。しっとりしたカステラと栗のクラッシュ、カスタードと生クリーム、メレンゲの土台に決め手となるモンブランクリームを絞ったモンブラン。モンブランクリームは香ばしくコクのあるナチュラルな甘み、旨味が強く余韻も長くインパクトのある美味しさに満足できます。シャワーのように降り注ぐ能登栗ペーストはもはや芸術品ですね。目の前でペーストを絞ってくれるのが楽しいですし、モンブランを絞る音、ふわっと漂ってくる焼き栗の香ばしい香り、出来上がりを待つ時間から至福のひとときを満喫できます。こちらのお店では能登栗はもちろん、能登をはじめとする地元の食材をふんだんに使った和栗スイーツも楽しめます。ここでしか食べられない能登栗スイーツを存分に味わってみてほしいです。次にご紹介するのはリツカ。いちごなど地元産のフルーツをふんだんに使ったスイーツを提供しています。数年味わえるかき氷やケーキ、パフェなどはどれも洗練されたビジュアルで思わずうっとりしてしまいます。お店の場所はメイン通りを抜けて茶屋街の奥の方にあるんですが、先ほどご紹介した和栗白露さんの向かい側です。いちごのショートケーキ、白練りはふんわり焼かれたスポンジの上にパルフェ、マスカルポーネのムース、ベリーのジュレが層になった贅沢すぎる一皿。真っ白なクリームに真っ赤ないちごが花を添えています。こちらはいちごのパフェ、コキアケ、甘酸っぱい旬のいちごがメインのフォトジェニックな一杯です。グラスの中にはいちごアイスや白ワインジュレ、いちごのコンフィチュールなどがぎっしり。ゆっくり混ぜていろんな食感と味のバランスを楽しんでみてください。そしてこんなかき氷見たことない、いちごのスパークリングかき氷銀酒。ふわふわの氷の上にはいちごのスパークリングエスプーマがたっぷり、シュワシュワと口の中で弾ける新食感のかき氷です。食べ進めると氷の下から白ワインジュレが現れます。大人な味わいに変化し、最後まで飽きずに食べられます。ふわふわとシュワシュワ、2つの食感が何とも楽しい一品です。ゆっくりくつろぎながら心ゆくまで堪能してみてください。次にご紹介するのは甘味カフェ茶湯です。江戸時代から続いた銭湯の資材置き場を改装したお店。1階は厳選した地元素材を使ったオリジナルジェラートアイスショップで、2階は落ち着いた本格的な和空間のお座敷甘味処です。お店の場所はメイン通りの目の前にあるので、茶屋街観光の一服で立ち寄るには利用しやすい場所です。オリジナルジェラートを使ったアイスメニューはもちろん、素材にこだわった甘味メニューが揃っています。ジェラートは県内産の厳選生乳をベースに、加賀棒茶、大野醤油、金沢味噌など、金沢らしい和風のオリジナルフレーバーを展開していて、どれもとても魅力的で、選ぶのに悩んでしまうほど。またカップやコーンなど王道の容器はもちろんのこと、炭が入った黒いもなかや、どら焼き、モンブランなど、様々なスタイルで提供しているのも面白いです。看板商品は、東山アイスもなかと、東山どら焼きアイス。もなかやどら焼きにサンドされた、日本らしいジェラートが楽しめます。アイスもなかは、ソルベの軽い口当たりと、香ばしいもなかのサクサク食感の組み合わせが絶妙です。そしてどら焼きアイスは、手焼きのふかふかどら焼きと、大粒で柔らかいのと大納言小豆との相性が抜群で、アイスクリームの甘さとのバランスが上質で奥深い味わいです。最後にご紹介するのは、大正ローマン喫茶、金魚庵です。このお店は、大正時代にタイムスリップしたかのような体験ができる喫茶店です。お店の場所はメイン通りから北に少し歩きます。茶屋街の外れにある住宅地の狭い生活道路沿いにあるので、マップを見ながらお店に向かってください。お店の中に一歩入ると、レトロな雰囲気が漂っていて、映えの宝庫と言っても過言ではありません。また、メニューも大正時代のレシピを再現したものや、大正時代をイメージしたものを揃えています。おすすめは、金魚鉢ソーダとハイカラポンチ。金魚鉢ソーダは、ブルーキュラソーのソーダ水にグミの金魚がぷかぷか浮いていて、まるで本物の金魚鉢のように見えます。
水草はハーブで、そこに沈んでいる小石はチョコレートでできているんですが、本当に細かいところまで金魚鉢そっくりにしているので、ずっと見ていたくなってしまいます。6月から9月の期間限定メニューのようなので、タイミングが合えばぜひ注文してみてください。ハイカラポンチはビー玉に見立てた、まん丸のキラキラゼリーがたくさん入っていて、それぞれのゼリーが異なる味で、食べていて楽しくなります。光がゼリーに反射して、とっても綺麗なビー玉のようで、食べるのがもったいなくなってしまいます。そして器も可愛いですよね。ゆっくりとした時間の流れに身を委ねて、タイムスリップしたような特別なひとときを楽しんでくださいね。いかがでしたか？今回は東茶屋街のスイーツ店7選をお届けしましたが、魅力的なお店がたくさんあるので、どのお店がいいのか迷ってしまうと思いますが、今回の動画を参考にして、お気に入りのお店を見つけて行ってみてくださいね。最後になりますが、金沢の宿泊は加賀五歳の宿、花あかりのご宿泊をご検討いただけますと幸いです。花あかりの詳細については、概要欄のリンクからチェックしてみてください。このチャンネルでは、金沢の魅力や金沢旅行に役立つ情報をこれからも配信していきますので、この機会にチャンネル登録をお願いします。また動画が参考になりましたら、いいねボタンを押していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。